今日はお待たせしてしまってごめんなさい。少し準備に時間が。ごめんなさい。はしたなかったわね。その、今日は寝坊してしまって。できれば、私もそうしたいわ。いかんせん、早起きすればするほど機嫌が悪いみたいなの。私はあまり覚えていないのが、なおさらたちが悪いわ。よくご存知ね。特に寝起きはひどくて、本当に困った体質なの。だから、よろけた時は支えていただいても。もう、急に驚かすなんて。でも、おかげで目が覚めた気がするわ。